ここ座っても大丈夫ですか？ここですか？はい。お、お、はい、はい、いいですよ。お待たせしました。ここは何ですか？やっと来ました。マキさん、ようこそ。はい。韓国プサンから直行便が出てます。下関に。下関に。今回は福岡ではなく下関に来ました。すごい気になるんですけども、はい、建物が大きい、なんかディズニーランド、はい、ディズニーランド。これがもう、何ですか、ここ下関最高の秘書コレクションさんっていう。秘書コレクション、はい。今度、スタイリッシュ秘書さんっていう名前に変わるんですけども。スタイリッシュ秘書ですよ。はい。なんでかっていうと、はい、スタイリッシュな女性が秘書をしてくれる。はい。今度来られるお客様はお客様ではなく社長様ですね。誰でも社長になれるんですか？そうです。さすがカールさん、ね、セクシーな。わあ、여러분들3층올라갔는데요여기가회사가시되있어요회사멘션처럼되있어요와여기샹들리에보세요와우회사네회사근데좀고급스러운회사인데학교같기도하고여기는뭐지음악은가요가나오는데3층에누가있나와뭐지혼자올라간시스템은처음인데오안녕하세요撮影許可いただいたんですけど撮影しながら眠いですかよろしくお願いしますおおよろしくお願いしますパクパクと申しますお願いしますウサギさんですね、はい、すごい秘書ですねそうなんですどうすればですかお部屋がこちらになりますあ、はいすごいすごい僕の秘書でなんですか今日そうなんですよ秘書でこちらどうぞよろしくお願いしますやばいじゃないですかここそうなんですよ失礼しますもしよければ服の紹介を服の紹介をはいいいですか綺麗とまず網のこれはこのお店の制服ですかそうなんですよウサギさんのチョイスではなく違いますすごいおめっちゃ短いじゃないですかめっちゃ短いですジャケット多分サイズ合ってないですよそれそうすごいちょっと深いボタンこうやって取れるゲームできそうですそうなんです取れそうなあとワイシャツはまたすごいあれですねドレスみたいなそうなんですよああすごい首もまたCA さんみたいな。かわいい。ありがとうございます。まあそれは置いといて、じゃあ、はい、部屋の簡単な紹介お願いしてもいいですか。はい。うわあ、これ私がここに座るの。そうなんですよ、座ってもらって。はい。で、こっち、机があって。机なんでこんなに大きいですか大きいですかこれ、乗って。えの、あとで乗るんですかそうです乗って。挨拶さっき1回で漫画見たんですよ。はい。そこに、ここに乗ってました、漫画の主人。後で、あれ、乗ってもらえるんですね。そうなんですよ。ありがとうございます。なんか、秘書と社長がいるのに、なんでここにベッドがあるんですか？そういう感じのムードになった時。最高ですね。これ、夢の空間ですね。そうなんですよ。夢の空間で。あ、ちなみに、ここは、オプションなしでも、この衣装ですよね。コンセプトで。はい、では、こっちなぜか浴槽があるんですけど、はい、まあちょっと簡単に紹介していただけますか。部屋紹介ありがとうございます。いやー、あちなみにはい、おいくつですか。まあ20歳です。20歳。ちょっと申し訳ないな。今から何すればいいですか。あ、じゃあパクさんこちらにお座りください。あ、いいんですか。皆さん、여기앉으라고해서앉았거든요。왜앉으라고한건지잘모르겠지만한번물어볼게요はい、ウサギさん、座りました。ここ座っても大丈夫ですか？ここですか？はい。お、お、はい、はい、いいですよ。これから何があるんですか？これから。でも本当に日本語でピチピチっていう言葉あるじゃないですか。ピチピチですね。ピチピチ。あと、何カップですか？ですよね、はい、何でそんなに大きいですかなんでなんですかね牛乳いっぱい飲んだからですかこういう秘書いるのかな本当にあとこの網のあれ
なんか運動されてたんですか？いや、全然してないです。なんかここすごい座ってくれますね。すごい。あとなんかここ腕とかもいい感じで。そうですか。全然してないです。わあ。お客さんに どういうところを褒められるんですか？胸の張り。ああ、そうですよね。後でちょっと見せてもらうんですけど、下着紹介の時になんかデザインが普通ではなさそうで。そうなんですよ。ちょっと変わってる。じゃあ次の動画ではあのうさぎさんがどういう人かのインタビューを撮らせていただきます。はい。いや。